山本五郎作幽霊菓子屋。一、怠け者にも言えば理はあり。江戸・京橋・住屋菓子のヤンパチ長屋という裏棚に、桶屋の屋六というものが住んでいた。屋六は怠け者であった。それも大抵なくらいのものではない。 人をぐする程度でもない。もっとずっとひどいなまけものであった。あいつはしようがねえ、野ろくのやつは。家主の平作老人は短足し、次のように折り紙をつけた。ああいうのを底抜けってんだ。これに対して反対するものは一人もなかった。そればかりでなく、底抜けという折り紙は、 そのまま野六のものになった。野六の父は、八八といって、これは評判の働き者であった。やはり桶屋職人で、酒もタバコも賭博も幽等も嫌いであり、食うのと寝る時間のほかは働き同士に働いた。八八が四十六で死んだとき、野六は二十一であった。律儀な父親の仕込みで。 彼も桶屋としてはかなりな腕を持っていたし、親の顧客をそっくり引き継いだし、母親は丈夫でいたしというわけで、生活はまあまあ楽であった。彼は十4で嫁をもらった。すると母親が死んだ。まことにあっけないもので、3人で晩飯を食べているとき、彼女は突然茶碗と箸を放り出して、仰向け様にひっくら返った。 ふざけているようにも見えたが、ともかくも寝床を敷いて寝かした。彼女は夜中までいびきをかいて眠っていて、それから目を覚まして、盆の窪で蟻が行列をやっている、などと言いだした。追っ払ってくれというので、よく見たが、蟻などはいなかった。いないことはないよ。よく見ておくれよ。 母親は子供のむずかるようにせがんだ。ほらほら、ぼんのくぼからあたま列ぎれつしているじゃないか。ほら、かみのけのなかえぞろぞろ入っていくよ。ああ、やだ。おっぱらっとくれよ。ひたいのほうまでぎ列れつしてくるよ。そしてほどなく、うーんとうなった。きもちのよさそうな、ああいい心持ちだというようなうなりかたであった。それが、 死ぬ合図であった。野郎くは元から勤勉とは言えなかった。だが母親が亡くなると、初めて本性を表した。仕事をすれば確かな腕を見せるが、だんだん仕事をしなくなっていった。そうかといって、道楽をするわけでもなかった。父親と違って、彼は酒を飲むし、たばこも吸う。女遊びも酒はしない。 だがなければないでも済んだ浮かない顔してるわねあんたお酒でも買ってこようか女房がそう言うと彼はあくびをするうん酒かそうさなそしてだるそうにどこかを書いて言うまあそんなことにでもするか酒を買ってきて勘をして出してやれば 出してやるだけ飲む。まって飯にすれば彼はだまって飯を食う。もう一本つけろとかこれでやめようなどということは決してない。たばこも同様であり誘導も同様であった。仕事はどうするのさ。仕事をしてくれなくっちゃ困るじゃないか。伊勢谷さんからせっつかれてあたしゃ返事のしようがありゃしない。いったいあんた。 どうする気なのさどうもしねえさ。やろくはあくびをする。どうもしねえしまた支度たもねえさ。仕事をしなければ顧客は減る。自然収入がない。夫婦の情愛で女房が珍仕事などをして2年ばかりはその日をしのいだ。けれども情愛は無限大ではない。 女房は飽きてきた。そして家主の平作郎に相談した。そうだろうねえ。無理はねえ。無理はねえと思うが。と家主はさすがに年だけの分別は見せた。ともかく俺が一度意見をしてみよう。それでいけなければしようがねえが。まあ一応その様子を見てからにしたらいいだろう。平作郎は。 いけをしに出かけてった。ところが野六は不真面目な格好で寝そべったままでそれで達観したようなことを言った「そう仕事仕事ったってしょうがねえ俺の親父なんぞは寝る間を惜しんで仕事をした大家さんなんぞも褒めていたから知ってるだろうがまるで仕事のじゃみてえに稼いだもんだそれでどうしたかって言えばやっぱり年中ピーピーだったからね」。 酒もタバコも飲まねえ、これが楽しみってことを何にも知らず、クソ働きに働き同士で、それでも貧乏から抜けることができねえで、そうして四十六なんてえ年で死んじまったからね。同じこったよ、大家さん。せいぜい稼いだところで、また稼がねえでいたところでよ、どうせ抜けられねえ貧乏なら、悪せくするだけえそんてえ感情さ。 それからだるそうに大きなあくびをした。おら、これでいいのさ。これが極楽さねう売っちゃっといてくんね結果は、半然たるものであった。女房のお金は実家へ帰り、彼は置いてきぼりを食った。出て行くときはお金は泣いて。あんたが人並みな気持ちになる日を、 私は実家で待ってるよ。憎くって別れるんじゃないからね。あたし待ってるからね。どうか早く帰れるようにしておくれよ。こう書きくどいてひとしきりまた泣いた。に出る幽霊の身に都合あり女房に置いて木彫りを食って二年家主の家から時々米とかみそを届けてくるのと。 あるものを端から売り飛ばすのとで八六は一層気楽そうに暮らしてきた「おかねさんは実家で待ってるんだぞかわいそうとは思わねえのか」平作郎は檻に触れてそう小言を言った「いい腕を持っていててめえのようなやつもねえもんだまだ目が覚めねえのか」。はけげんそうな目をするのであった。 ああ、誰かと思ったら、大家さんか。それから手足を踏み伸ばして大あくびをし、ああ,ああ、ふっ、何か用かい。自然平作労も黙って帰るわけだった。夏6月というと、今の暦にして7月のことであるが、宵いの口から小雨になって、 それが夜半になってもやまない。気温も下がってちょっと肌寒いくらいであった。蚊帳も釣らず寝床もしかぬまま、ごろ寝をしていた野郎くが、と目を覚ました。かやりの日がなくなっていた。だがその日を作るより蚊に食われた方が彼には安楽であった。まだ降ってやがる。根気のいい雨だ。飽きねえものかしら。 彼は首筋やすねなどをぼりぼりかく。変にぞくぞくするじゃねえか。それになんだかひどく陰気な番だぜ。まだ夜明けに雨があるのかなあ。独り言をぶつぶつ言っていたが、その時、かなりケブなことが起こった。寝転んでいる野ろくの前方。ハゲチョロケの壁のところがぼーっとほのかに明るんできた。 ごくかすかに青白くおぼろげに明るんできたのであるそしてその薄い幸運の愛から「うらめしやな。こういう哀れな声が聞こえた野六は寝転んだままそっちを見ていた隣は鉄蔵というぼてふりで 夜中になると女房がうなされると見えてよく妙なうめき声を上げる。おかんと言ってもう38になり脂っけの抜けたひすばったような女房であるがまたその女房がうなされたのかと思った。すると今度は前よりもはっきりとやっぱりひどく哀れな声でこういうのが聞こえた。うーらメーシア なそしてさらにケブなことには壁のところの明るみが少しずつ強くなりやがてぼんやりと一人の女の姿が見えてきたなんでこりゃ妙なものが出てきやがったが夢かなあら恨めしや口よしやな こう言いながら女の姿は次第にはっきりしてきた寝巻きのようなものを着て細帯で三原紙で両手をこう前へ垂らし飲めるような姿勢ですごいような目でじっとこっちを見た「変な声をするなよ幽霊みてえなかっこうしておめえってなんだ?」。見ていてわからないの あは少ししっとしたた。ようであったみたいな格好だって格好つけるんじゃない本物の幽霊よ。へえへへ本物かいすると誰の幽霊だお金かとぼけないでよますますムッとしたふうであるお金なんて人知りゃしないあたしは染めじってこれでも辰巳の芸者だよ。 ほら辰巳に借りはねえはずだがね勘定取りに来たわけじゃないよバカバカしあたしゃ幽霊だって言ってるじゃないのさそれは分かってるが野六はそこであくびをしげんこつで涙を拭いてまじりまじり相手を見たそんならよ辰巳芸者の幽霊がどんな因縁で俺んとこへなんぞ出てきたんだ そこはあたしだって都合があるじゃないの。それは誰にだって都合はあるだろうがほかのこととは違って幽霊だからなそっちの都合ばかりで出るってえのはおめえちっとばかり買ってすぎやしねえか。あんたはわけを知らないからそんな薄情なことを言うんだわ男ってみんなそうよみんな薄情の不人情のけだものだわ怒ったってしょうがねえ。 おめえ誰かにだまされたってわけかだまされたも何も遊女はこう言いかけてそこへ座った「悔しくって悔しくって男なんて本当にみんな不実でろくでなしで浮気者でひーちくし畜生どうしてくれたらいいだろう」そりゃおめえ何だそんなに悔しかったらおめえ その相手のところへ化けて出てよそいつを取り殺すなりなんなりやったのよ遊女は身もだいをした言われなくたってそのくらいのことはやったわよその男を取り殺したばかりじゃなくその男の一家一族みんな取り殺してやったわそんなら何もそれでいいじゃねえかそれで文句はねえはずじゃねえか文句なんかありゃしないわ 文句なんかないけれど、もう取り殺す。相手はないし、あたしは怨念の幽霊だから浮かばれないし、宙に迷って行き場がなくなっちゃったのよ。3。夜中の宴に酒と蒲焼き。なるほどね。へえそんなぐ具いのもんかね。ふう、そういった。その行き場がないとは。 俺も知らななかったなあんたは死んだことがないからそんなのんきなことを言ってるけど人間死んだからって誰も彼も行くとこへ行けるもんじゃなくってよ地獄へでも入れてもらえばまだしも浮かばれないで宙に迷ってるものがたくさんいるのよ脅おおかしちゃいけねえ変なこと一個なしにしようじゃねえかあら本当よ嘘じゃなくってよ 染めじ姉さんは横座りになって三原紙を後ろへ書き上げながら言った「中でも成仏できないのは人を恨みじにに死んだもの。そういうのは真意といってどんな瞑想知識の供養でもだめなの」「極楽はもちろん地獄へも行けないで自分の怨念に自分で苦しみながら未来永劫宙に迷っていなければならないのよ」 そいつはひでえ仕掛けだ。死んでまでそんな苦労があるたは驚きだ。そうとすりゃ、俺も考えなくちゃならねえ。野六は起き直った。首筋とすねをバリバリひっかいて、それから念をおそうとして相手を見て、一度その目をそらしたが、今度はびっくりしたように見直した。どうしたのよ。何をそんなに見るの へえこいつはなかなか彼はなお相手を眺めながら「こいつはどうしておめえなかなか女っぷりがいいじゃねえか。あら嫌だよしてちょうだいよそんな。なあにそうでね俺も辰巳じゃ五六遍遊んだことがあるがおめえ見ていない粋いな姉さんにはお目にかかったことがねえ。 幽霊でなけりゃただおかねえところだあらあんたうまいこと言うわね染地姉さんの幽霊は上半身をくねらせこっちをはすかいににらみそうしてなまめかしくたもとで打つまねをしたおら世情言うのは嫌いだよそんならあたしをおかみさんにしてくれる幽霊でなけりゃなあ いいいじゃないの、幽霊だって。昼間はだめだけれど夜だけならに炊きだって洗濯だってできるしそのほかにも世間のおかみさんのすることなら大抵なことはしてあげるわよ。うめえような話だがまさかね疑うんなら今夜試してみたらいいじゃないのお酒の支度もしてあげるしお魚も作ってあげるわ。 やろくはあたまをかい姉、ね、さんを見てまた頭をかいて「ものは試しか」などとつぶやいたがそこで急にがっかりして首を振って「そいつはいい」があ「あいにく米もみそも切らしてるし酒もね何しろ先立つものがすっからかんときてるんでな」「しけてるのねあんた」ね。姉さんの遊女はこう言ったが。 いいわ今夜のところはあたしがなんとかするわ。なんとかってどうかなるのか亭主になるかもしれない人のためだものあたしだって実のあるところを見せたいじゃないのちょっと待ってらっしゃい遊女はすーっと立った今何か持ってきてあげるから寝ちゃっちゃだめよ起きてるのよそして 上がりちの方へ行ったと思うと障子の隙間から煙のように出て行った野六は気の抜けたような顔で何か口の中でつぶやいていたがやがてふっと眉毛へつばをつけた「夢でなけりゃきつねかたぬきにちげえねえだが京橋の真ん中にきつねやたぬきのいるわけやねえしすると夢かな」。とをいっていると 表の戸の外で女のでがした。ちょいとあんたすまないけれど戸を開けてちょうだい持ってるものがあるのよ。八六は返事をしてもう一度眉毛へたっぷりつばをつけてそれから戸を開けに立っていった。姉さん幽霊はおかもちを下げてああ重かったなどと言いながら上へ上がる。 やろくは後ろから尻尾のないことを確かめそうしてともかくも元のところへ座った「冷めてるけどしようがないわね急の間に合わせだから我慢して明日の晩はもっとごちそうするわ」遊女はおかもちを開けてみせた見事な蒲焼きの皿と寒どくりを3本杯から箸までそろっているこれは驚きだ。 大串の手ぇしたうなぎじゃねえか。ずいぶん優しく食べねえから、見たばかりで腹が鳴りあがる。あっと、俺が禅を出そう。いいから座ってらっしゃいよ。そんなことは女房の役。男が手を出すもんじゃないの。遊女は隅から腸足を出して、手めにおかもちの中のものをそこへ並べて、そして差し向かいに座り、 とくりをもってにっこり笑いながら「はいおひとつひやでごめんなさい」「どうもこれはすまねえがそれじゃあもらうか遠慮することはなくってよおかみさんにしてくれればこのくらいのこと毎晩だってしてあげるわそれが本当なら願ってもねえがまあおめえにもひとついこうあらすみませんいただきます 思いざしだぜ。うれしいことを言うわねえこちら。それじゃおかみさんにしてくれるのそのつもりで刺したさかずきを本気にすることよ。よくってこちら。彼女はまたはすかいにこっちをじーっと見てそのえんぜんたる流し目のままさかずきを唇へ持っていった。さすがに辰みの姉さんである。 見ごなし目元の色っぽさ通といえばカーと来る調子全てが職業的に洗練されていて到底お金なんぞの日ではなかった野六はどうやらのぼせてきた様子で変に向きに座り直した「むろんこっちは本気なんだがこちらてえのはあいが悪いなほら野六ってうものだこれからそう呼んでもらえてあら嫌だ」 女房が亭主の名を呼ぶものがあるかしら。ご夫婦ときまればあなたって呼ぶわ。そう呼ばせてくれる？<laughs> なんだかゾクゾクしてきやがれ。目尻を下げてだらしなく笑い。するってと俺はおめえをなんて呼べばいいんだ。お前でもいいけれど、本名はお遅めっていうの？私。お

そのお染ああうれしいあなたもう一度さしつおさえつかば焼きお魚にのみだした幽霊でも酔うものだろうかお染の青い顔がいつかポッと赤くなり目に潤みが出て身のこなしがますますなまめかしくなってきたあなたあたし酔ったわ。 よってもいいわね堪忍してくれるわねご夫婦の固めのさかずきですものそうでしょそうだともうんとよいね酔よったら俺が介抱してやらまあはうれしいこうなったらそばへ行くわよ立ってきてしんなりと野ろくにもたれかかりぐいと肩で押しながら鼻声を出したねえあなた 断っておくけれど、私とってもやきもちやきなのよ。もしも浮気なんかしたら取り殺すことよ。よくってあなた。おどかすなよ。えー、大丈夫。ほら浮気なんかしねえから。おどかしじゃないわ。さっきも話した通り、私。 あの薄情者を取り殺してあいつの一家一族全部取り殺したんだから取り殺すあてがなくって宙に迷ってるんだからもしもあんたが浮気なんぞしたらその時はあたし「わかったもう分かったよ決して浮気なんぞしやしねえからその取り殺すだけゃ勘弁してくれ」。彼は話を変えたくなったと見えて だがおめえこいつはこのうなぎや酒なんぞどこでどうしたんだ ?30 軒りの田川から持ってきたの持ってきたってそんなことして大丈夫か大丈夫よ田川くらいの店で焼き残りに缶ざましの2本や3本何よそれよりみんな寝ちゃってたからこれを持って出るのに苦労しちゃったわ。 おめえ隙間から出入すかか。らりるじゃねえか私は針の穴だって抜けられるでもおかもちだのなんだのはだめ。だってこういうものは幽霊じゃないんですものなるほどそういう理屈かあらもうおつもりだわ女のおめはとっくりを置いた。私一人で飲んじゃったのねもう少し取ってきましょうか。 おら、もういいおら強かねえんだじゃああすのばんとしてねえあなたうふんあたし酔っちゃったわよねえ男しいてそして夜が明けた夜は明けたが夜6の起きたのは午後であったこれはまれなことである 怠け者に似合わず彼は早起きだった。朝早く起きれば一日ゆっくり怠けられるというのが彼の存念であった。こんなに寝過ごしたのは生まれて初めてだろう。野郎くは起きてぼんやり部屋の中を眺め回した。裏棚のことで隙間だらけだから外の光はむやみなくらい差し込んでくる。おあるぜ。 うなぎも酒もおかもちも八六はそれらのものをついそこに認めたするってと夢じゃねえんだね彼は頭を振りふと勝手口の方へ向かって呼んだおめえいるかおいおそめもちろん返事はなかった路地で騒いでいる子供たちの声が聞こえる やろくは体のそこここをぼりぼりかきそれから一人でつぶやいていった「そうか幽霊だから昼間はだめか」4「4これはおつなり夜だけの妻夫婦固めの盃をした証拠はある明け方まで続いた農園な形状の記憶も鮮やかだ」 また晩にねと約束もした。しかし本当だろうか、来るだろうか。いやあ、来やあ、しまい。あんまり話がうますぎる。たぶんこれっきり残ったろう。そうとすれば惜しいもんだが、しかしことによると来るかもしれねえ。何か来るような工夫はねえものかしら。二年間のやもめぐらしもそろそろ飽きてきた。肌さみしくもなってきた。 そこへこの幸運である。しかも粋な辰みの姉さん。稼げ稼げと言わないばかりか、向こうで趣向を持ってくる。たとえ幽霊でも何でも、こういうのを逃す手はない。まして、慶中のあの情けのこまやかさ。こいつは逃がせねえ。野六は珍しく意気込んだ。なんとか法はねえかな。なんとかその、 幽霊の機嫌を取る方は。うーん、うーん、いやいけねえ。そいつはだめだ。そいつは。彼は考えた。考え直した。それからようやく思いつき。久しく開けたことのない仏壇を開けた。中には父母の遺灰がある。そのほか貧しいけれども仏具が人揃い。めくら書きの般若経などが、 誇りにまみれている。ほこりを払うのは面倒くさい。彼は残っている頃ろうそくをともした。線香のかけらに火をつけた。何しろ死んだものにはお経が何よりの功徳だってえからな。これならあいつも喜ぶだろう。ご存じがないかもしれない目倉経文というのは判字絵のようなもので経文がみんな絵で描いてある。 はんにゃはらみたこれが絵ときになっているので見本がないとお分かりがないかもしれないが仮名も読めない人に読むことができるわけだ野六は仏壇の前に座って亡くなった母親の読みぶりを思い出しながらこのめくら鏡を使え使え読み出した怠け者の,の彼としてはよほど真剣だったわけだがところでそれがいけない 全然いけないのである。自分では教文を読むつもりなのだが、口から出る言葉はまるで違う。お教文などとは縁もゆかりもない言葉が出てくる。さまと寝るよは片手が邪魔よ。こういうことになる。野六はびっくりして目をこすって咳をして読み直す。たまに会うのに、 苦節は野望よえへん。たまえへん。おかしいな。だえへん、だいておくれよ。しっぽりとああこりゃこりゃっときた。どうしてもこうなってしまう。いくらやり直しても駄目なので、ついにやろくはうんざりして、経文を放り出して寝転んでしまった。 バカバカしい。どうにでもしやがれ。やけになってそのまま眠ってしまったらしい。どのくらい眠ったものか、枕、ま、元で皿小鉢の音がするのでひょいと目を覚ました。するとそこに遊女がいて、よく寝てたわね、目が覚めて。こう言ってにっこり笑った。おめえ おめきてくれたのかいやなことをいうわねあたしあなたのおかみさんじゃないのずっとここでいっしょにいたわよだっておめえおれにはみえなかったぜそれははじめにいってあるでしょ幽霊はばんだけひるまはみえないのあんたじぶんでさっきそういってたじゃないのああそうそうさっきでおもいだしたけれど あんた今日大変なことをしてくれたわね大変なことって俺がか俺がかじゃないわよおめ遊女はきっと座り直したあんた仏壇を開けて半刃新経を読もうとしたでしょ <laughs> いやすまねえあれを聞かれちゃあ合わせる顔がねえ八六は頭をかいて並行した ほら、ちゃんと読むつもりだったおふくろのを聞き覚えていたし読まされたこともある読めねえはずはねえんだがいけねえどう読んでも妙ちくりんなはうたみてえな文句になりやがる面目ねえ勘弁してくれそうじゃないのあれはあたしがしたのおめえがしたって何を読めないように邪魔をしたのよ だってあんたに般若心経なんか読まれたらあたし成仏しちゃうじゃないの成仏すれば行くとこへ行っちまってもうあんたに会えなくなるわへえ成仏するのかいお経を読むと八六は妙な顔をしただっておめえ確か親友とかしんべえとかいうものでどんなえれえ坊主が供養しても浮かばれねえっていやねえ 侵入だのん兵えだのって新意新意っていうのよそして瞑想知識じゃだめだけれどあんたのような身内の者のに供養されると浮かばれるのよ危ねえなあそいつは彼は少しばかりぎょっとしたそいつはうっかりできねえここで浮かんじまわれちゃう大変だそれでも あんたが金をたたよのを叩けば仏様が出てくるからそうすればお経の邪魔をすることができなかったのあたし本当にヒヤヒヤしたわよそうかそういうわけかそうとは知らねえもんだからいきなりこりゃこりゃなんて飛び出すにはびっくらしたこれからは気をつけてねさあ起きてゆえでも行っていらっしゃい あたしその間にここの支度をしとくからはいってぬぐい銭湯で汗を流してさっぱりして帰ると前後しらいができていたアジの酢の物にもろきゅうイカ刺しにさよりの糸作りそしてコンロにはハマグリ鍋がみそのいいにおいを立てていたこりゃあどうもこいつは大層なごちそうじゃねえか。 おめえに。こんな散財をさせちゃう。すまねえ。散財なんかしやしないわ。これみんな金だやから持ってきたのよ。え、金だよ。2丁目のか？そうよ。板場でこしらえたばかりのを持ってきたのよ。お酒もたっぷりあるから、今夜はあんたも酔ってね。お遅め遊女は例の目ではすか海にこっちを睨んで。 あんたはいくら何してもすぐお辞儀しちゃうんだものあれじゃああっけなくてつまんないわ今夜は酔うのよ酔えば息が長く続くからそのことなら安心しねえゆんべは遠慮があったし2年ぶりのなんだったからよそうわかりゃえへっ自慢じゃねえけれどもおめえなんざ10日とたたねえうちにげっそりしてへとへとの幽霊みてえにああいけねえ おめえは今でも幽霊だからなするってとど,どんな寸法になるんだあたしのことはいいのあたしはどんなにせいだしたって身にこたえるってことがないんだからあんたの考えなければならないのは自分のことよ俺なら金のわらじさえさすがに金だやだこりゃ気一本だぜ。 まあひとつ。はばかりさま。ごていしゅにおしゃくさしてばちが当たりゃしないかしら。当たったら半分はおれがせ負わな。殺し文句がうまいのね。その口でさんざ女をだましてきたんでしょ。もしこれからそんなことをしたら。おった、そのへんでやめにしよう。とり殺すがでると用いがさめていけねえ。ええ、ちくしゃ。 彼はしきりに太ももや腕などをたたきながら「今夜またバカにひでえかだがおめえちっとも食われねえようだね」「バカねえあんた幽霊が蚊に食われるわけがないじゃないのそんなだったら夏の晩に柳の下なんぞへ出られやしないわ」そりゃあまあそうだ幽霊が蚊に食われて桃ったぶなんぞをボリボリひっかいてた日にゃ にらみがきかねえからな。世の中なんてもな、これでそつのねえもんだな。二人でいい心持ちに酔って寝た。夜が明けると遊女の姿は見えなくなる。日が暮れて九時ごろになると現れる。毎晩どこかから料理と酒を持ってきて、勝手なことをしゃべりながら飲んで食べて、それから外のしらみかかるまで、 身にこたえないのと金のわらじが精を出す。これが連日続いた。あしたの晩は箸膳の天ぷらと行くか。それに長寿庵のおだまきなんざ終わるかねえぜ。どの店のどんな料理でも望みしだい。おまけにただと来ているから好きなことが言える。勝ててくわえてお染遊女。粋で利口で手札があって。 仕事をしろなぞとは決して言わない夢ならどうかさめねえでくれ極楽でもこうはゆくまいとやろくはホクホクと喜んでいた近所の者は誰も気がつかない一度隣の女房のおかんが心配そうな顔をして次のように聞いた「やろくさんこのごろ毎晩ひどくうなされるようだけれど,どこか体でも悪いんじゃないのかえ?」。 そううかかいいなされる彼はニヤニヤ笑いながらそう答えた。それじゃあきっとあれだ。おかんさんが毎晩うなされるんでそいつが俺にうつったにちげねえ。おかんは赤くなってあら嫌だなどと言って逃げ出したがそれからは彼女も何にも言わなくなった。家主からは相変わらず米やみそを届けてくる。 小銭を置いていくこともあるが、来れば必ず小言であった。まだしょうがつかねえか、どうするんだ、待っている人をかわいそうとは思わねえのか。これまではただ恐れ入って、へえすみませんくらいの挨拶はしていたが、おめ遊女なる者が来てからは気が強くなり、ある日ついに家主へ返答をした。 おら、これが勝手なんだ。これが勝分なんだから売っちゃっといてくれ。待ってるなんてどこの誰だか知らねえが、自分から産んでていったものをかわいそうもへちまもありゃしねふざけたことを言わねえでもらえて。な、な、なんだと平作郎は怒った。何がふざけたってんだ。何がへちまだ。仮にも家主に向かって、 なんて口をくをきんだ。てめえがいくら底抜けでもそれじゃあすまねえぞおかねさんが出ていったな、自分がかわいいからじゃあねえ。てめえの身を思えばこそてめえを人並みのものにしてえからこそ泣きの涙で実家へ帰ったんだ帰る時おかねさんが泣きながら言ったことを忘れやしめえあんたが真面目な気持ちになったらすぐに帰ってくる。 どうか早く帰れるようにしておくんなさい」こう言って泣いたのを覚えているだろう。5世に例なき商売のことそればかりじゃねえおかねさんは実家へ帰ってからも一日だってヤクザなてめえのことを案じねえ日はねえんだぞ。怒っている家主の目に、 そのとふっと涙があふれ出てきたそれを手の甲で拭きよろめくような声で平作郎はなおこう続けた「てめえは底抜けのおたんちんだからそんなごたくを抜かしているが二年この方米みそから小遣いせん不自由がちでもともかく生きてきた」「いってそれを誰のおかげだと思ってるんだ」「そりゃあまあ それを言われるとなんだが、あそこは俺だって、大家さんの恩は。つはまマー見やがれ、てめえの目はそのくれえのもんだ。ここへ運んできたな、俺にちげえねえだが本当の主は、お金さんだぞ。縫いとき洗濯、仕事を選ばず、世も日も稼いで、てめえが真面目になるまではと、稼ぐだけみんなてめえに貢いできたんだ。 大家さん、どうかあたしからだとは言わないでください。これが分かってまたのんきな気持ちになられでもしたら、あたしの帰る日が延びるばかりです。お願いですから内緒にしてください。おらあ涙がこぼれた。ばあさんなんぞ水っぱなあたらして泣いたぞ。夫婦は世と言ってたって、縁が切れれば他人だ。てめえなんぞは、のたれ死にをしたっていい人間だ。 それをおかねさんはこんなに、こんなにまで陰で身を尽くしている。夫婦の情けだ。てめえを亭主と思えばこそだ。それをてめえはなんだ。なんてごたくをつくんだ。家主の怒りは頂点に達したらしい。そんな人情を知らねえやつは顔も見たかあねおかねさんにはきの毒だが。 ほら手を引く米味噌も小遣いもこれっきりだもうタナチンもお金さんからはもらわねえ断っとくが一つでもタナチンをためたらたたき出すぞ今度は承知しねえからそのつもりでいろカンカンになって帰っていったやろくもさすがに物が言えなかった鼻が酸っぱくなるような気持ちだったが しかし、おめ遊女を思い、遊女との夜ごとの楽しみを思い出して、やがて、ふん、と鼻先で笑った。へっ、何を言いやがる。大家だと思って、へっ、そうでございますかだ。そしてあくびをして、ごろっと寝転んだ。その晩のことだ。おめ遊女はすっかり聞いていたらしい。 例のとおり現れるといきなり野禄の胸ぐらへつかみかかり「この大嘘つきろくでなし恥知らずのペテン師、おっちょこちょいトーナス野郎!」などすさまじい勢いで罵り立てた「前の女房は追い出した縁は切れたと言ったじゃないかそれをこのカボチャは縁は切れてるんだうそじゃねえんだ」 俺の知ったこっちゃねえんだから。やろくは懸命に陳弁した。何しろ取り殺す一件があるから恐ろしい。汗だくになって説明し釈明した。お染さんも家主の捨てゼリフは聞いていたので、どうやら納得をしたらしく。やがてそこへ座ってほっとため息をついた。そういうことなら、今度だけは信用してあげるわ。だけど、 大家さんにああ言われてみればあたしたちもなんとか考えないといけないわね。考えるって何をよ食べ物くらいは持ってこられるけどまさかお金まで取るわけにはいかないわ。あんただってあたしに泥棒をさせるつもりはないでしょだとすればたなちんや何かどうしたって少しはお宝がいるじゃないの。女は、 ゆうれいになっってもおんなであった。「八六は嫌な顔をしたまたしても稼げと言われるはめかこう思ったのであるが遊女は辰巳の出身だけに野暮なことは言わなかった「そうだいいことがあるわあんた断っとくがほら働くのは嫌だぜあんたは座ってればいいの」。 まあ聞いてちょうだいこうなの」。おめは意気込んだ顔でつまり一口に言うとね幽霊を貸す商売なのよ。幽霊を貸すって世の中には死ぬほど人を恨んでいるものがたくさんいるわ。金の恨み恋の恨みいろんな恨みからいっそ化けて出てやりたい。 らみのほどを思いいせてやりたいそう考えている人がたくさんいるでしょそういう人に幽霊を貸してやるの借りた人は自分の代わりにその幽霊を先方へあって恨みたいだけ恨むことができるわこれなら自分で死ぬ必要がないし相手の苦しむのを見ることができるんだからそれこそ一挙両得じゃないの。 なるほど。そいつはいけそうだ。ろくも乗り気になった。そいつはものになりそうだが、しかしその役はおめえがやるのかあたしもやるけれど、それだけじゃだめ。お客が来るとすれば、いろいろ注文があるでしょ。だからもう五六人、幽霊を連れてくるわ。そう言ったって、そんなに有敵がいるのかい このの。いそう言ったじゃないの「行くとこへ行けなくて宙に迷っているものが大勢いる」って口をかければ5人や10人すぐに集まってくるわよ。6. 世間に楽なな,りわいはなし話はちょいとしたものである。商売になるかならぬかとにかくやってみる値打ちはありそうだ。 そこでやろくも座り直し、二人で商売上の細かい点を相談し合った。客を呼ぶにはどうするか、派出代金はどれくらいが適当か、いろいろ検討してみた結果、これは相当なものになるという見通しがついた。こいつはいい。こいつはおつなもんだ。元祖幽霊かしや。きっと人心証できるぜ。 屋六はこう言ってえっきした。その晩は前祝い。おめはすぐさま幽霊の募集にかかり、入念に物色して、六人の男女を雇い入れた。男二人、じいさんとばあさん、娘二人という顔ぶれである。これだけ抱えていれば、まず大抵の注文は引き受けられるだろうが、おめはこれには随分苦心したと言った。 幽霊はいくらでもいるけれどいざ商売となると誰でもいいというわけにはいかないまず正直でおとなしくすごみがあって目鼻立ちのいいものこれだけの条件は必要だっただってそうでしょ正直者でないと客となれ合ったり出先で間違いを起こす心配があるし気の荒いものだと組合なんか作って すぐに賃上げストなんか始めるわよ。おめはこう説明した。企量だってそうよ。先方行って裏しやをやるのに、おかめやひょっとこみたいな顔じゃ、相手は怖がるどころか吹き出しちまうわ。実に行き届いたものである。また募集にあたって困ったのは、例の四谷階段のお岩さんとか。 船弁慶でおなじみの平の則さんとか由衣小説さんとか皿屋敷のお菊さんなどというのが来て雇ってくれと強引に粘られたそうであるへえそんな連中がまだ宙に迷ってるのかお岩さんなんかとっても執念深いのそのうちここへ押しかけてくるかもしれないわちょちょ冗談じゃねえとんでもねえ お岩さんなんぞに来られてたまるものかそいつだけは断ってくれ聞いただけでも肝もが縮まやろくの震え上がるのを見ておめは笑ったがふと思い出したような目つきになって念を押しておくけれど今度抱えた娘の若い方ねあの娘にはあんた気をつけてちょうだいよあの娘に何かわけでもあるのか あるのよあの娘は前世で大変な浮気者だったの。器量はそれほどでもないけれど体や性分がそう生まれついたのね。あの若さで三十いく人かの男をだましてその恨みで男のために殺されたのよ。今だって男の幽霊さえ見れば口説くんだからそれがまたとっても色っぽくて上手なんだから。いいこと気をつけて。 引っかからないようにしないともしあたしに嫉妬をやかせでもしたら分かってるわねなんだそんなことかそれなら念には及ばねえおめえ一人でもてあましてるくれえなんだから浮気なんてとんでもねえ彼はこう言って眉をしかめてみせたここで6人の幽霊を紹介するわけだが お話の先を急ぐのですぐに商売へ取りかかることを許していただく。かくて幽霊菓子屋はんいんと開業された。じいさんばあさんを除いたほかの4人が八方へ出かけてまず客を探す。つまり死ぬほど人を恨んでいる人間。畜生、化けて出て取り殺してやりたいなどと恨み呪っているものを探し、探し当てたら、 住みやがしへおいで」と耳打ちをするのである「やんぱち長屋の野くの家へおいでなさいごくお安くあなたの恨みを晴らしてあげます」これを暗示的に何回も繰り返すと何しろ相手は怨恨のために取り乱し精神の平衡を失っているのでついふらふらと暗示にかかるらしい。 開業5日目に早くも客がやってきた。この応対問答も面白いのだが話を急ぐ必要から略すとして依頼は恋の恨み先方は人の女房ということだけ記しておく6日目7日目と客は次第に増えた10日目には7人もやってきたしさらに多くなる模様であった。 当たったなあお染め。見ろ。もう目3両近く儲かったぜ。それっぽっち何よ。今に千両箱を積んでみせるわ。この調子だとそんなことになるかもしれねえ。だがなんだな。おらつくづく思うんだが世間には随分人を恨んでる者がいるんだな。野六は感じいったふうで。 それも聞いてみればもっともなのもあるが、まるっきり逆恨みみてえのもだいぶある。てめえが悪くっていて人を恨んだり呪ったり、他人の俺が腹の立つような勝手なのがいるぜ。誰がどこで何を考えていやがるか、かはめくってみなけりゃ人の心なんてもなあわからねえ。人間がこんなにあざといもんたは知らなかった。 悟ったようなことを言うんじゃないの。だからこそ、私た,たちが儲かるんじゃありませんか。大きく稼ぐには、人間の弱みをつかむに限るよ。さあ、商売、商売。七。貧乏人は三がいがく。だが、何もかもが順調というわけにはいかなかった。 あるよ。中年男の幽霊の一人が、発出先で思わぬ帰化に遭い、額に大きなコブを出して、ひどく立腹して帰ってきた。事情を聞くとこうである。その時依頼された件は、上知関係のもので、妻が愛人を家へ引き入れたので、自分の方で家ちを産んでた夫が、妻に恨みの程を思い知らせたいという。 気の弱そうな当の夫の頼みであった。あっしゃ、そのうちへ行きやした。その担当幽霊は、こう報告をした。行ってみると、その女房は、問題の男と寝間の中で、お互いにくすぐったり、つねったりして、きゃあきゃあ遊戯にふけっていた。帝国の牛蜜になり、ようやく男の方は疲労の上、鎮静した。 だが女房はまだふざけ足りないと見え「うんつまんない」とか「ねえ起きてよ」とか「あんた弱くなっちゃったのね」とか「起きないとくすぐるわよ」とか絡みかかっている察するところきりがなさそうなので担当幽霊は語を煮やし作法どおりあんどんの火をポわポわと暗く,くした上形式に従って 女房の前へ現れたしかるところその女房はいじわるにもいきなり「お前さん誰だい?」と剣の身を食わせたそうである「あっしゃむっとしやした」担当幽霊はこう続けた「幽霊に向かってお前さん誰だい?」なんてそんなあなたいきなり人の気を悪くするようなことを言わなくてもいいでしょう「あっしゃむっとしやした」 むっとしたが商売でやすからぐっと我慢をして「お前の亭主の幽霊だ」って言ってやったんですると嫌にじろじろ見ていやしたっけが「あたしの亭主なら尻っぺたにあざがあるはずだ尻をまくってあざがあるかないか見せろ」ってんでやすはっきりしたまだなそれでどうしたどうしたってあなたまさかこっちは幽霊ですからね それも前世で影魔かなんかしたってんなら別でやす。それならしりくれ見られるとがはあるかしれねえ。けれどもあっしゃ、こうなれば言うけれども、噛みくずかいでやした。まっとうな噛みくずかいをしていて、そうして今は仮にも幽霊であって。それであなた、いかに商売とは言いながら、尻をまくってあざのあるなしを見せるほほほほ。<laughs> そんなふてあまなら横っ面の一つも張り倒してやるがいいじゃねえかそう思ったんでやすけれどもいきやせんひどくまた気の荒い女と見えましてポン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 と早く口でどなりやしたあんまり早く口でよくわからねえがわかるところだけでもこっちの顔が赤くなるようなつまりは男を裸にした長老なんで あっしゃあ、ここだから言うんでやすが、恥ずかしさも恥ずかしいし、だんだん怖くなってきやして。幽霊の方で怖くなっちゃあしょうがねえな。体がこう、早けだってきやしたんで、そういうことならまた出直すから、今夜のところはこれでご無礼をするから。こう言って出ようとしたんでやす。ところが相手はパッと立ちやした。 いいののくな買ってからすり込みを持ってきやしていきなりポカッとここを「見ておくんなさいこれこのこぶの大きいこと」「二度と来てみやがれかっちゃぶいてやるから」ってんで「ほほほほ」担当幽霊はこぶしで目をふいた「芦屋前世ではまっとうな紙くずかいでやした。 浮きよというところは正直者や弱い者、まっとうな人間が苦労をする。汗水たらし骨身を砕いて、肩腰のゆがむほど働いて、それで満足に食うこともできやせん。ボロを下げた女房に浴衣一枚が買ってやれず、子供がよその子の食べている菓子を欲しがれば、叩いてごまかすよりしょうがねえ。 悪いことをしてせせら笑っているようなやつを旦那と立てつり、ご政治がどんなにあこぎでも恐れかしこんで、なあに、天童様が見ておいでなさる。天童様はミステアなさるめ。この世では報いが来なくとも、あの世へ行けば、お釈迦様もいらっしゃることだ。きっといいことがあるに違えね。こう思って辛抱して癒した。 ところがいけねえとんでもねえやっぱり同じ子ってやす」。前上くずかいはやや興奮してだが腰の低い調子で訴えるように続けた「浮世も金あの世も金浮世でどんな悪辣なことをした人間でも寺へたくさん金を納めれば大手を振って成仏する。 極楽へでもどこへでも好きなとこへ行けやす。だが貧乏人はろくな葬式もできず、お伏せも担当は出せねえ。だから坊主は天から見下げたもんで。今だから申しやすが、あしの死んだ時来た坊主なんぞはあなた、インドにこんなことを癒やした。やんこの政府もん一か。 ニコかってやんですその場にいた者にあちんぷんかんぷんでみんなありがたそうな顔していやしたけれどもあはもう魂だから分かりやしたやんこは今夜で清風はお布施でつまり今夜のお布施は1文か2文かってんでやすほほほこれがンドでやす あなた、これで成仏ができると思いやすかそいつは本当とすればひでえ坊主があったもんだ坊主がこのとおりだとすれば仏様はその元締めでやすからなあっしらがどんな扱いを受けているかお分かりでやしょう正直者や弱い者やまっとうな人間は この世でもあの世でも同じこってやす。天刀も仏も何にもしてくれやしね。苦しむのはやっぱり貧乏人でやす。ここに至って全神くず会は叫び出した。あっしゃ言うでやす。人間は生きてるうちのこった。あの世を頼みに歯を食いしばっていたって、あの世にも決していいことはね。 何もかにも生きているうちの子ってやす。悪らつな野郎と分かっているものを旦那と立てちゃいけねえ。非道なご政治に目をつぶっちゃいけねえ。ただ正直なだけではだめだ。弱い者は強くなり、貧乏人でも女房この幸せは守らなくちゃいけねえ。生きているうちにそうしなくちゃならねえでやす。 いきているうちに出がす。そして彼は額のコブをなでた。げんの証拠はこのとおり。幽霊になってもあしのような男はこのとおりでやす。見ておくんなさい。このでけえコブを。もうたくさんでやす。ほほほほ。たくさんでやす。またじいさんばあさんの幽霊は。 寝てばかりいたじいさんはせん通もちだしばあさんはぜんそくで「今夜は冷える」とか「湿気が強い」とか「風けだ」とか言って依頼者があってもなかなか動かないのである娘の幽霊の一人は実直者で一番よく働いたがこれは半月ばかりすると「身内の者が供養をしてくれて今度成仏することになりましたから」。 私はこれでお暇をいただきます。こう言って消えてしまった。そのすぐあとのことだったが、全紙くずかいでない方の男の幽霊が、発出先から声を枯らしてふらふらになって帰ってきた。全然声が枯れてしまって、言うことがよくわからない。手と首をしきりに振って、 もうごめんだという表現をした。行ってどうしたんだ何があったんだぜぜぜぜぜぜ。まるっきりヤニの詰まったキセルであった。八六が彼の口へ耳をくっつけて聞いたところによると、先方は肥えた五十男だったが、ぐうぐういびきをかいて熟睡。いくら めしや,とやっとても目を覚まさまない。絶対に反響がないのである「そのまたいびきがです」担当幽霊はぜいぜい声で言った「途方もない番外の大いびきでこっちの耳がもうガンガンしてきてだからこっちも大きな声を出すというわけでもうすごみとかなんとか」。 そんな生やさしい場合じゃありません。一晩中、声の出しっくらで、気がついたら夜が明けちまって、あたしはこんな声になっていました。こんな声に、ぜえぜえぜえ。もう、こりごりです。あたしはお暇をもらいます。これもそれっきり消えてしまった。 その他にも二んの故障はあったが、商売はますます繁盛。人手が足りないから、おめ姉さんも派手に出る。こうしてちょうど開業十七日目のことだったが、珍しくじいさんやばあさんも出かけ、全神くずかいも、例の浮気娘もおめも出かけ、野六が一人で留守番をしていた。生きてるうちのことか。 なるほど。彼は久方ぶりに一人寝転んで、あくびをしながらそんなことをつぶやいた。天灯も仏もない。あの世へ行ってもいいことはない。人間は生きているうちに生きがいのあることをしなければならない。全神くずかいの言葉が変にろくの頭に引っかかっていた。死んじまえばおしめ。 何もかも生きてるうち、そうかもしれねえ。何をそんなに感心してるのよ、この人。突然こう言って、例の浮気娘の幽霊が現れた。丸ぽ茶の色こそ青いけれども、片目がちょいとやぶにらみで、おちょぼ口で、体じゅうに色気があふれている感じだ。どうしたんだ もうすましてきたのか。そんなこといいじゃないのそれよりねえこの人おう変な声を出すなそしてそんなにそば寄っちゃいけねえもっとそっちへ行ってくれいいじゃないの何さこの人言う娘はやろくにしがみついたあんたお染さんがこわいんでしょう知ってるわよ 育児なし男のくせにあんなおばあちゃんの尻に敷かれて浮気もできないなんて恥ずかしくないのこの人うう話してくれ頼むここの手やろくはもがいた頼むから話してくれもしあいつが帰ってきて見つかったら取り殺されるってんでしょいいじゃないのさ取り殺されたらされたで。 あんな人と別れて私とご夫婦になりましょうよ。人のことだと思って。よせやいおらまだ死にたかね。頼むから勘弁してくれ。大丈夫だったら、あの人は朝まで帰ってきやしないわよね。え、そんなに薄情にしないでぎゅっと抱いてよ。あの人どんなだか知らないけど。 あたしのは万人に一人の別あつらえよさおとなしくしてこれをこうねえひひひよーしてくれふふ <laughs> くすぐってへへへ待ってくれみもだえをして絡み合っているところへその2人の眼前へなんととうのおそめ遊女がおどろおどろと現れたあおそめおおめえ やろくは仰天して叫んだ。浮気娘の幽霊はよっぽど驚いたと見え。人光り青く光ったと思うと。お姉さん。味を見させてもらいましたよ。と。あてつけのようなことを言って消えてしまった。八。元に収まる般若心経。お前さん。 やったねお染さんは静かなそして骨まで凍るような声で野六の顔をこうのぞき込みながら言った「あたしゃ見たよこの目でねちゃんと見たよちち違うんだ違うんだととんでもねえあれはでたらめだうそっぱちだ」。のことを おばあさんだってま、ね、えをしりにしいているってねとりころされたらあのむすめとふうふになるってねおまえさんたったたそういったあれがあいつがあれがねあれがおまえにだきついててあしをからんでいってたね。 そしておめ遊女は悪鬼のように伸び上がり双髪を逆立て歯をむき出して陰々と笑った「あらうれしやこれで怨念の相手ができしぞ取り殺す相手ができたるぞうれしやうれしやこれよりは999や」。 よごと日ごとに枕べ現れ、途端の苦しみをなめさせて、恨みはらさで、おくべきから恨めしやな。助けてくれ、このとおりだ。ろくは平伏し、高騰しながら叫んだ。 足にたくね助けてくれ死ぬな嫌だ勘弁してくれ人殺しやろくどうしたやろくしっかりしろ背中をドシンとたたかれたやろくは悲鳴を上げ飛び上がると誰かの頭とこっつんこをし目からチカチカと光が飛んで そうしてまた背中を嫌というほど殴られた。こんな時刻まで寝込んで何をうるなされて嫌がるんだ。ふざけるな。目を覚ませ。どうしやがったやろく、野六。はあ、はあ。野六はポカンと振り向いた。家主の併作がそこにいた。戸が開けてあり。 外は夏の明るい日がいっぱいにみなぎっていた。やろくは「おお大家さん大家さんだ!」こう言うといきなり飛び立って仏壇を開けて口の中で念仏のようなことを言いながら震える手でくずろうそくへ火をつけ掛け線香を立てそしてちんちんと鐘を鳴らしたがその早いのと慌てた様と。 これらのいぶかしい動作を見た平作郎は、彼が気違いになったと思ったのだろう。腰を上げて逃げ出そうとした。それを野六が飛びかかって、大やさんお願げだ。どうかお経を読んでくんなさい。半夜経を一度でいい。あっしを助けると思って。読めってなら読むが、しかし急にどうしたんだ。 目が覚めました。やろくは泣きだして「こっちの目もあっちの目も覚めました。へいこれから働きます。仕事をします。おめえそりゃ本気で言うのかまだ寝ぼけてるんじゃねえのか。本気にならなけりゃ取り殺されるんでいえ本気です。これから腕っかぎり仕事をし。 お金もよび返して真面目に精いっぱい稼ぎます。ですからどうか早くお経を。それが本心ならめでてえが何でまたそのために経を読むんだそりゃお遅めえ。いえまあそれはおやじにもおふくろにもこのとおりだというところを見せて安心してゆくとこへ行ってもらえてんです。よく言った。 そいつは本物だ家主は横手というものをポンと打った亡くなった父母に見てもらおうてえのは冗談ごとじゃあねえやろくおめえよくそこに気がついてくれたおらうれしいぜあっしの方がよっぽどうれしいこれで八八もおふくろも浮かばれる おかねさ,さんがどんなに喜ぶかきっと泣きながら飛んでくるぜ泣きながら平作郎は目をこすった「いいかやろく今度あぐれるなよおかねさんを大事にするんだぞいいかああ,あ,あ読んでやる読んでやるとも俺の一世一代だ」。 十万億度へ響き渡るくれえ立派に読んである家主の平作郎は仏壇の前へ行って座りもう一度鐘を鳴らしやがて静かに般若心経をずし始めた「これで成仏してくれ遅め」やろくも合掌しながら心の中でこう言った「紙くずかいやもう じいさんもうばあさんも浮気娘もついでに成仏してくれ尊敬菩大南無阿弥陀仏幽霊菓子屋という善古未曽なしかも素晴らしく有利な事業はこうして不幸にも創業間もなく解消した世にありがたきは女のまことであり恐るべきは 女の嫉妬である。今に至るもこの商売は耐えて行われないが、誰か開業のお志のある方はないか